立憲民主党連邦、主戦度だとばらされた赤っぱ現在立憲民主党の連邦さんが、マスクだマスクだと大騒ぎをされておられますが、それに対して維新の松一郎さんが、連邦さん、参議院議員のたった7万7千円の報酬の自主返納すらやらないあなたが言う資格はないんですと。 維新も自民、公明も返納しましたと。立憲民主党、国民民主党、共産党は自主返納だから知らんぷりですもんねと批判されておられましたが、まあ、この蓮舫さんですね、このマスクの配布で、騒ぐ前から、もうすでに民主党政権時代の 事業仕分けにおいて、もうお金の使い方というものが理解できていない人だということが明らかになっておりました。まあそういった方がですね、税金だ、国債だ、予算だという権利を持つのはもう悪夢そのものでございます。まあ企業で例えたら削ってはいけないコストまで削減して、 大問題を起こしてしまう、まあ、その人そのものでございますけども、こういったお金の使い方がですね、わからない方が国会において政府の予算を審議してしまいますと、結果的に国民が被害を受けることになりますので、皆様、 今後行われる選挙では、立憲民主党には、立憲民主党の候補者には、蓮舫さんには絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました